久保さん、僕がねあの、消えない理由があるんですよ。消えない理由、あのあ稼ぎ続けられる理由とかにしときましょうか。まあ、それは単純で、集客をやめていない、商品セールスをやめてない、ただこれだけですね。 多分ね、やっぱね、なんか、まあ、ほとんどの人が、やっぱビジネスとして捉えてないっていう部分もあると思うんですけど、まあ、僕は iPhone、Apple の話をよくするんですけど、Apple って、まあ、毎年、なんか新商品投入するわけじゃないですか。で、他の会社もまあ、まあ、まあ商品投入すると思うんですけども、なんか、ことコンテンツビジネスになると、商品みんな作んなくなるんですよね。他の企業さんの新商品が出たら買って、なんか、あの、ね、Apple からまた、 発表会みたいなね、ワクワク買ったりとかしてるわけだけど、自分がもことは,はあの販売者になると、めんどくさくて作らんねえみたいな <laughs>。だから僕がね、生き残れる理由って、常に集客して、常に新商品を投入してるって、もうほんとシンプルにこれだけですね。で、その新商品も、まあ、日々お客さんのそのニーズ探って、そのニーズに対して供給してるって話ですね。だこれやってれば、まあ、続きますね。でもそれがなんかめんどくせえっつってやんなくなったら、まあ、潰れるでしょうね。 だって商品がないんだったら、それは無理じゃないですか、売り上げ上がんないんだから <laughs>、そう。いってらっしゃい。